私は常々皆さんに申し上げております。できるだけメイクは薄くしろと。ファンデーションを厚く塗ったら厚く塗っただけ老けて見えるよ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は UV の塗り直し、皆さんどうしてますか？このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと前にですね、ライブ配信をしましたが、ちょっとやっぱりライブ配信だと長いので、 UV の塗り直しに絞ってですね、メイク直しをバケコなりの提案をさせていただきたく、今日は動画を撮っていこうかと思っております。はい、某 YouTuber さん、化粧品系の方でしたが、その方はやっぱりメイクした後だと塗り直せないから、しっかり最初にやって崩れないような対策をしましょうみたいなことをおっしゃってましたね。すごくわかります。基本的には私もその本当に日焼けをしないっていうことと、あとメイクをきれいに保つっていうことの観点から言うと、まあその方法が一番正しいんじゃなかろうかとは思います。で、実際ね、そのパウダーにしても、今のファンデーションとかも UV が結構入っている製品が多いので、まあそれができるのであればそれがいいのかなと思うんですよ。ただしね、私は常々皆さんに申し上げております。できるだけメイクは薄くしろと。ファンデーションを厚く塗ったら厚く塗っただけ老けて見えるよっていうことを私は伝えさせていただいております。そもそもですよ、ベースメイクがですね薄かったら、これね、実を言うとそんなに塗り直しって私は意外にできなくないと思ってるんですよ。例えば私だったらどうするかっていうと、もう本当に暑いね、ロケーションとかで、ロケとかでもうグズグズに崩れちゃって、もう化粧なんか何もないわみたいな感じだったら、私の場合はもうある程度こうピャーってスポンジで取っちゃって、もう日焼け止めを塗ります、で下地をつけます、もうその過程をもう一回やるんですよ。だから顔を洗わないだけ。そもそも皆さんがなんで化粧をした上から UV どうやって足せばいいの、足せないじゃないかって悩む人って、なぜかっていうと、ファンデーションがそこそこ厚く塗ってて、消えてるとことついてるところが結構バラバラだったりとか、ちょっともろもろに汚くなってしまって崩れているっていう状態が明らかだったりすると、これがどういう風に足せばいいのかっていうのがわからないんだと思うんですよね。私みたいにシミとかある人ってコンシーラー塗ったりしてるじゃないですか。そうするとそこの部分って割とこうもろもろしたりしやすかったりとか、こうちょっとこうスポンジで少し撫でるだけで全部なくなっちゃってますみたいな状態にはならないと思うんですよね。じゃあそこの場合、私が今日ご提案したいのはバームを、先日はですね、こちらの TV&Movie さんで化粧直しの時こういうの使うといいよっていうことでご紹介させていただきましたが、これは実を言うと UV の記載がないんですね。実はこの先日ですね、Vogueという雑誌を見ていて、これをが載ってたんですよ。こちら MIMC ビオモイスチャースティック、いろんなオイル成分が入っててスティック状になってるんですが、これが UV が入ってるんですよ。 30% 弱ぐらいだったと思いますけど、そんなに高くはないけど、もう立派に UV 効果があるものなので、これを先日ご紹介させていただいたこの TV&Movie さんのバームの代わりに、こちらを使っていくのがいいかなと思います。ね、化粧直しをする時にこういうパウダーファンデーションがあると思いますけど、化粧直しの時にパウダーファンデーションっていうのはすごく使えるわけですよ。なんでかっていうと、このパウダーファンデーションの中にも UV 効果があるのがほとんどです。っていうかほぼ入ってる。このスティックでのせた上にさらに UV 効果も足すことができるのでおすすめなんですが、ただし気をつけなきゃいけないことがある。ね、よくこうパウダーファンデーションを開けるとこういうスポンジがついてるじゃないですか。これでつけない。これでつけたらもう本当に厚塗りになって、さらに化粧崩れしたような顔になってしまうので、これはもう使わない。じゃあどうするかっていうと、よくチークとかを買った時にこういうちょっと平たい幅広の
ブラシとかがついてるじゃないですか。ぜひこれを取っといていただいて、ここにオンしてほしいんですよ。そうするとこう化粧直しにするときに使えやすい。でこれもすごく本当にちょんちょんって薄く取って、さらに手の甲でちょっとハケにね馴染ませて、こう軽くですよ、軽くちょっとのせていく。油でねもうファンデーション取れちゃったところにちょっとのせる。これぐらいです。はい。で少しちょっとね粉っぽくなったなと思ったら、さらにスポンジでちょっとこう、何もつけてないスポンジですよにて、ちょっとこういう風に押さえてもらうといいかなと思います。はい、つけすぎ禁物です。ぜひやってみてください。ではバイバーイ。チャンネル登録お願いします。